スープとかをちゃんと考えて食べてるんですよ。偉いやん。偉い。あ、これもそうやね。一緒もね、最近あんまご飯食べない。ご飯食べない。食べてる。あれやばい、やばい、キャラが崩壊中。やばい、これやばい。あー、なるほどね。ご飯系は、ご飯系、ご飯系もないね。はい、なるほど。じゃあ他残り4人一斉に見てみましょう。はい、あえて冷たくすると OK。 あ、そうなの。ね、どういうこと。足音がうるさい時は不機嫌。わかりやすいね。わかりやすい。ああ、そう、でも全然わかりやすい。夜控えとるからな。ほんで、はい、甘えん坊な強がり、寂しがりや、うん、そう、だから基本的に強がりなんで。ちょっと待って、ちょっと面倒ない。じゃあしゃべもさ、面倒くさい。ちょっといつもなんかよしよしすると冷たくされるんで、結構何ってこう冷たくするとね、ごめんって言って寄ってくる。ああ、可愛らしいね。そうなんや、そういうタイプなんや。そうです、そういうタイプなんで。強がりなのでたまによしよししてあげて。へえ、あ、じゃあ本当の子供みたいなね。そうですね、一番下やもんね、だって年も。そうですよ。たまによしよししてあげてってのもおかしいけどね。なんでで、取り扱い説明書。みんなお客さんがよしよしだったら変でしょ。取り扱い説明書。取り扱い説明書だから。そっかそっかそっか。はい、なるほど、セニア、ありがとうございます。みんな私のこと分かってる。よかった。そりゃ分かる。上も一緒にいるからね。はい、じゃあ次誰行きます。あやな。はい、じゃあお願いします。はい、あやなのプロフィール見して。みんななくすからね。しっかりしようかな、この子は。そうなんや。はい、こうやってしっかりしようから。はい、趣味、抹茶スイーツ食べる、うん、ハリーポッター映画見る、はい、特技、ジャズダンス、体柔らかい、機械体操。はい、座右の銘なんて読むのこれ。これ、座右の銘って言われて、なんか結構すぐ送ってくださいみたいな感じがあったから、ちょっと急がなきゃと思って、あの学校の体育祭で使ったキャッチフレーズをそれもらってきたんや。もらってきました。絶対あかんやん、そんな。なんかあの、雲外蒼天で、なんかこう雲の上はいつも晴れてるじゃないですか。なんかだからこう辛いこと乗り越えたら、なんかいいことあるよみたいなキャッチフレーズです。いい言葉だ。まあ基本的なあやなはいいこと言いたがりなんで。あ、わかるわかるわかる。みんなかけた。はい、じゃあ一斉に見てみましょう。どうぞ。どーん。はい、そっちからどう。嘘をつくとなんて書いたの。瞬きが増える。あー、あの、え、え焦った時も増えます、ちなみに。ね、今めっちゃ増えとるやん。今バチバチバチになってる。寝顔は見ない方がいい。うん、あ、これ知っとるね。なんか半目になったりするんだよね。そうね。アイマスクは必需品。そうですね。寝顔ね。寝顔見ちゃったら見てないふりしてね。ぜひぜひ。日常生活の声がでかい。近くにいると危ない。どういうボケやんこれ。なんか、どういうボケなんか近く、横とかに座ると危ないんです。なんで？なんかこう、手が危険なんです。なんかリアクションとか大きいんで。あー、大きくて勢いがあるから。そう、硬そうじゃないですか、なんか手とか。うん、そうやな、なんかな。だからちょっとバンって当ててくんの危ないんです。てかメンバー同士でこしょばし合いとかするんですけど、誰もあやなにはしないっていう。そう、自分が怪我するから。怪我するから。本気でバンって言っちゃうんですよ。いや、鋼の体みたいな。ほんまやん。どういうこと。動きが、そう、大きくて、なんていうの、瞬発力がすごいよ。そう、激しいんですよ。あの、機械体操もやっとったしね。やってないんですけど。私、やってないんですけど。じゃあ書くのよ、そこに。得意なんですよ、抑え効かないんですよ。え、でももうこういう企画になった時にちょっといいこと書いてくれる人おらんの？ちょっといきなりどこの言葉喋った。地方出身みたいになったけど、あなた東京やろ。おらんのって東京出身です。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。じゃあ、コウモ様行くか。コウモ様、レイちゃんは飛ばしていいですか。で、じゃあコウモ様から行こうも。コウモ様って。はい、はい、マミリンね。マミリンか。はい、どうぞ。はい、マミリンか。趣味、アイドルを見ること、見ること、動画やライブ、ネイル、特技ドラム。ドラムできんの。え、知らないんですか。ごめんなさい。ごめんね。ごめんなさい。ごめんね。すいません、知らなかったです。はい、ドラム、まあ、暗記はね、知ってるね、いろいろできるもんね。そうです。え、ドラムで、え、ちょっとやって、ドラム。エアで、え、やってやって、やって、なんでもいい。エアで、エアでよ。ちっちゃ。本当に得意なんそれ。いや、得意ですよ。本当に今叩いとったけど、なんかこの辺にあったよ。いや、でも結構得意ですよ。それ太鼓の達人の話。いや、違いますよ。ちゃんとドラムができんの。もう一曲歌えると思うんです。違う、違う、結構真面目な感じの。本当ドラムできるんや。はい。へー、すごいね。結構かけました、みんな。結構すごい。
はい、じゃあかけた人から見せてください、はい、どうぞミス、はい、優しさの塊、おー、いいじゃん。一人でドラマ見てよく泣く、へぇ、朝は挨拶しないのが怖いの？怖いの？そうなんで、低血圧なんで朝口開けないんだよね。朝喋れない。口開かないんだよ。じゃあおはようって言うとどうなんの？なんて返ってくるの？うん。うん。うん。うんも言わない。それはいい方です。うなずくだけ。あ、これも一緒やね。起きて2時間以内話しかけるな危険。ほんと？すごい。触るな危険みたいなやつ。はい。ウサギのような寂しがり、うん、朝無視されても気にしないで、もう朝めっちゃ評判悪いで自分、朝は結構やばいですね、結構やばいんだ自分では分かって、夜になるとうるさいけど最近ずっとうるさい、いやもうずっとうるさいなってでも朝は3ミリちょっと浮いてるんで、なんでなんなんか全然音せえへんでな、雨びり起きてきても全然わかんない、起きたのが、いや全然って動いてる、朝起きても物音全然立たないんですよね、すごい、セニャンはどん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 言うのに、人気が悪かったら本当やな、セニャンはセニャ一緒に住んどるからね、かわいいラブ、とりあえずベタベタする、無視されてもベタベタし続ける、テンションがおかしいとよく構ってくれる、いやもうこれセニャンのなんか取り扱い説明書やセニャンの話やろそれ、セニャンがマミリに対しての取り扱い説明書になってるやん、これラブとかどういうことラブとか愛情表現、訳がわからんからラブは、なるほどね、まあ、とにかく朝はね、朝がとにかく弱いと話しかけないでみたいなことですねはい、はい、じゃあ次行きましょう、じゃあ行こうか、レイちゃんも、はい、レイちゃんまで終わり？え？違うよ、レイちゃん、ハルルンで終わりか、そう、ハルルンで終わり、はい、じゃあレイちゃんも身長だけ直そう、身長いくつなの？ 152.2 違う、違うプロフィール、どうしたの？うん、あー、うん、1センチ増やしたいや、どうでもええわほんとですよ、どうでもええわ、はい、趣味、野球のお勉強、特技、スポーツ、バスケ、バスケ、あー、なるほどね、あー、そっか、野球の最近を勉強しよう、野球とサッカー好きなんでしょ、海外サッカーとか好きって言うと思うね、でも、日本って見る機会ないから、レイちゃん、ニュースでしか見れないんですよ、そやな、そうなんです、ワウワウとか撮ったらいいんじゃん、ワンワン、ワウワウね、ワンワン、うん、何、俺、ワン、何、ラウンドワンみたいに言った俺ラウワンみたいに言った俺ワウワウ、レイちゃんとは見れるけどね、見たいんですよ、本当に好きやったらそういうの、あ、そう、バレエとかもさ、バレエ見ました、見ましたか、あ、はい、もう見たんですけど喋っていいですかツイッターでバンバン言ってくれんの、そうなんです、実況してくれんの、実況したら、あのフォロワー減りました、そう、俺も思った、すげえうるせえと思ったそんな言ったかやろ、はい、帰ってスポルトみたいのにかけましたか、はい、いかけた、はい、じゃあ一緒に見てみましょう、どうぞ、そっちから行こうか、じゃあ、ね、せっかち、せっかち、とりあえずそんでいいんじゃん、あ、いいそう、とりあえずそれでいいんじゃん、とりあえずそれでいいんじゃんって言ってすぐ進めたがる、うわ、いいそう、すげえわかる、いいそう、 LINE が冷たい、スタンプが好き、あー、好きそう、最近レイちゃんパンパカパンツのスタンプめっちゃ使ってた、 LINE が冷たいけどスタンプはすんねよ、そうなんですよ、 LINE の文章はもうほんと絵文字とかないし、うんとかはいばっかで、でもスタンプをしてくるんですよ、スタンプでごまかすタイプね、スタンプ楽しい、なるほどね、はい、ボブが素敵、噛んでもスルーしてね、はい、あ、レイちゃん噛んで何か言われると嫌そうだなって、私は、はい、あんま触れないんです、だから私気遣われとんで、ごめんね、なんか、でも噛んでいろいろ言われたら時間がかかるじゃないですか、レイちゃんそういうのめっちゃ気にするからあんまり言わないんですよ、はい、なので、ダンスが可愛い、はい、ダンス可愛い、口癖、お腹すいた、へぇー、お腹すいた、お腹すいたって、おはよう、はぁ、お腹すいた、お腹すいたおはよう言わんと、まずはおはようは言います、はい、はい、本物のイケメン女子、笑顔が素敵すぎるのでレイちゃんをみんなで笑顔にしていこう笑顔じゃないみたいじゃん、なんかの運動みたいな、それやっぱり、やっぱりちょっとみんな若干気は使ってる、気は使うやっぱり、待って、どうしよう、やばい、そういうんじゃない、気使わないで、レイちゃん怒らせちょっとあれやからって、ちょっと待ってください、怒んない、まあ、ごめんそんなことないよね、みんな仲良くやったもんね、そんなことない、大丈夫ですよ、大丈夫、はい、じゃあレイちゃんが多かった、一番多かったのは何、冷たい、冷たい、いや冷たくはないんだけどね、冷たくないよ、まあ、可愛いっていうのが多いね、ダンス可愛い、可愛い、よかったね、はい、ありがとうございます、ハルルン行きましょう、はい、はい、どうぞハルルン、はい、ハルルン趣味多いな、そうですね、ファッション、ショッピング、スキューバダイビング、お笑い、カフェ巡り、スニーカー集め、リボンの小物集め、でもこの辺はあんまり最近
あ、やってない、あんまやってないよね。あんま消しとこか、それ、はい、で、特技がダンスと。そうです。あ、なるほどね。はい、みんな困ってない？困るの？ハルルン困る？そう、こんなことない。あ、かけた？ミス、はい、あ、じゃあミス見てみましょう。どうぞ。かわいい、パンケーキの話すれば大丈夫。とりあえずハルルンの話聞くとき、かわいいって言うんと、うん、パンケーキおいしいんっていう。パンケーキって言ったらなんとなくうまくいく。はい、あ、じゃあ握手会とかでそのパンケーキの話したらもうテンション上がるってことだよ。なるほどね。最近おすすめのお店とかあるんって言ってると大丈夫だ。めっちゃ喋り出すんだよ。なるほどね。あやなは笑わせといてください。どういうことよ。結構は、ね、難しいや。まあでもすぐ笑うから。ハルル笑って、あ、なんかいろいろと笑ってくれるので。でも最近笑ってるふりしてます。そんなこと言うなよ。そんなこと言うなよ。何堂々と言っとんねん。はい、はい、何？一日に櫛を何度も使う。そう、櫛めっちゃなくすんです。でも今日も買いました。なんか前髪とか絶対に解くから。こうやってやんの？そう、ずっと鏡見ながら。でもなくすんです、櫛。なんでなん？で、今日も買いました、マジで。そこのローソンで買いました。マジで？今日も買いました、マジで。私櫛買ったんですよ。そんな熱量で来られても。あとは？はい、興味ないわかんやろ、お前。つかず、つかず、つかず、私ラジオが来て。興味ないってなんだ。どういうこと？ハルルンが私の興味ないんですけど。どうしたお前。なんで怖いわ。なんだ、泣きそうな。なんで泣きそうになったの。どういうことなの。どうした。いやいや、ハルルンが興味ない。大丈夫、ハルルン。ちょっと待って、喧嘩だけはせんといてな、この舞台で。大丈夫、大丈夫、私本気。人間に興味ない。誰の興味やろ。なんか、あれ、なんか不満があるやん。もう解決した方がいいよ。いや、そうやね。ほんまそうやね。違うね。興味ない。うん、あとちょっとジタバタしてる。なんなんよ。トイレ行きたい。トイレ行きたいみたいになっとるから。本当に基本的ハルルは私に興味ない。大丈夫、私に興味ない。なんだ、なんなんよ。え、なんで言うだけって去ってくの、こうやって。大丈夫ですよ、ほんと。みんなに興味ない。みんなに興味ないって言うやろ。それもおかしいやろ。人間に興味がない。ちょっと落とす馬なってきたな。お上手やね。お上手なってきた。あとはレイちゃんは。あ、セニャンは優しい。うん、歩くの早すぎ。なんか歩く系あったね、まだ。レイちゃんは歩くの早いから頑張ってついてってくる。なるほどね。あ、そんな早いんや。めっちゃ早いですよ。めっちゃ早い。置いていく。あ、そう。置いていかないで。はい。だ、歩くのが早いとみんなに興味がないってことが分かる。興味ない、本当に興味がない。はい、ということで取り扱いこれで大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ということで以上3名の取扱い説明書を作ればいいじゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで続いては3名のスペシャルミニライブでございます。なるほど。はい、じゃあ3名の皆さん準備をしてください。お願いします。はい、お願いします。お願いします。また後で。バイバイ。バイバイ。え、今日はヤシロも一緒に見てくれる。ヤシロって言うな、お前。あいつなんやねん、今日。面白い、面白い。いや、面白いけど、うん、会話の中に入れやんだからな、今もう。普通にただただ。あいつ今日なんか伸び伸びやっとんな。伸び伸びやっとんな。伸び伸びやっと、ずっとこんなん、なんか。変でしょ。興味ないってやばないな。はい、ということでね。だとしてもなんか書けよ。いや、じゃあハルルンが興味がない、うん、私に興味がないと思いますみたいな。あ、思われてるって。あ、そういうことなのか。ただのだからネガティブですよ。ネガティブやつ。はい、明るいネガティブなんで、ね、うるせえ、ヤシロ。おい、なんやなんや、お前まで。台本ちゃんと読んどけよ、お前。すいません、すいませんってなんなんや。裏で言うよね。はい、ということで、ね、準備はどうですか。大丈夫そうですかね。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ準備できたみたいなので行きましょう、はい、3名のスペシャルミニライブです。お楽しみください、どうぞ。